本日私立候補することにあった花岡学でございます。あ、どうもありがとう。どうもありがとう。雨の中ね、どうもありがとうございます。今日はね、私の熱い政治への思いをみんなに伝えたいと思う。うん、まずね、今の日本のね、政治国会中継どうなってるんですか。国会中継見てますか、皆さん。みんな居眠り。そんなに居眠りしたいならね、代々木公園行ってください。そうでしょうね。今のね、日本の政治に足りない人材、それはね、広瀬すずですね。やっぱりね、広瀬すずはね、数字を持っているね。私ね、この前テレビ千鳥って番組でね、広瀬すずさんゲストに出てました。で、私、広瀬すずさんどれだけのターン喋ってるのか、私統計を取りましたね。千鳥の大悟さんね、112ターンね、話してるターン。うん、千鳥のノブさん132ターン。広瀬すずさん3ターン。3ターンしか喋ってないんです。一つの番組で広瀬すずさん。それでも広瀬すずさんが出ると、数字が出る。数字を持っているんです、広瀬すずは。みんなで叫ぼうじゃないか。ね。広瀬すずは、数字を持っている。はい、お子さんも、広瀬すずは、数字を持っている。広瀬、はい。あ、失礼しました。ちょっと、熱くなりすぎてしまいました。政治のね、思い。私ね、公約、今日発表させてもらいたいと思う。ね。私が、ね、当選した暁にはね、やっぱり皆さん、働き方改革。ね。みんなも残業で疲れ切ってる。ね。もうみんなヘトヘトになってますよ。ね。ヘテヘテって今言っちゃうぐらい、みんな疲れてる。私、今、もう自身も、ヘトヘトって言えないぐらいみんな疲れてる。ね。そんなね、日本に今、必要な人材。それはね、広瀬アリスです。ね。広瀬アリスはね、今、本気でやって、恋してどうするのみたいなね。月曜10時からドラマやってます。それではね、もう残業疲れて、もうキャリアウーマン疲れてヘトヘトになり、帰り道にね、ふと、バーに寄るんです、広瀬アリスは。ね。そこでバーにいるね、イケメンに恋をしてね、もうこんなです、目がもう、キュルルンです、目がキュルルン。松浦綾です。ね。目がキュルルン。桃色のファンタジー。イエス!ね。だから広瀬アリスは、広瀬すずほどの数字は持ってないかもしれない。でもね、広瀬アリスには、ワンチャンいけるかもしれないという、低層観念のなさがある!ね。みんなで叫ぼうじゃないか。ね。広瀬アリスは、ワンチャンいける。はい、お子さんも一緒に、広瀬アリスは、ワンチャンいける。広瀬アリスは、ワンチャンいける。最後に、これだけ言わせてください、皆さん。私はね、広瀬すずよりも、広瀬アリスよりも、土屋太鳳が好きだー。